京田辺市立大隅中学校は、京都府京田辺市大隅地帯らにある市立中学校。京田辺市北部を高区とし、1979年4月に、田辺町立田辺中学校から分離し、開校した。松井山手駅周辺の、京阪東ローズタウンや松井が丘、花十坂、大隅が丘のような新興住宅地を中心に、旧村も校区に含んでいる。 部活動では、ハンドボール部と吹奏楽部と陸上部が盛んである。ハンドボール部は最近では2021年の3月26日から29日に、富山県氷見市で開催された第16回春の全国中学生ハンドボール選手権大会で、男子チームが第3位になった。また、吹奏楽部は1983年にコンクールに初出場し、 1990年に初めて京都府代表に選出される。そしてその年から9大会連続で京都府代表として全日本水奏学コンクールの関西大会に出場した。大隅中学校は1994年までの関西大会では毎年現象で落選していたものの、1995年に京都会館第一ホールで行われた関西大会で、 初の金賞を受賞し、さらに関西大会で第1位に選出され、初の関西代表に選出される。そして同年の10月29日に当時東京都の杉並区にあった府門館で開催された全国大会に初出場し、銀賞を受賞した。また、京都府の中学校で、 全国大会に出場したのはこの年以前では1956年と1992年の京都市立上京中学校だけであり、大隅中学校は史上2校目である。また、京都府代表の中学校で関西大会で第1位に選出されたのも大隅中学校が史上2校目である。そしてそれ以降も一時期を除きほぼ毎年京都府代表に選出され、 関西大会に出場している。また、2019年の出場までの A 部門での通算での成績は、京都府大会出場は35回出場にも上り、そのうち19回は京都府代表として関西大会に出場し、そのうち1回は全国大会にまで勝ち上がった。また、京都府の中学校は2019年の時点で1996年の 宇治市立南宇治中学校以降、一度も全国大会に出場しておらず、2019年の時点で京都府の中学校で全国大会に出場したのは先日の3校だけである。また、1997年度に田辺町が京田辺市になったため、1995年の大隅中学校の全国大会出場は、田辺町の中学校で最初で最後の、 全国大会出場となった。また、現時点で最新の2019年の関西大会でも金賞を受賞した。また、通学時に使用する門が生徒の居住地によって違っており、花中坂や松井が丘などの生徒は登校時に裏門から入る。また、下校時は全員正門から下校する。また、学校の近くにゴルフ場が建設されたため、 月光時に使用していた道路の一部がなくなり、もともとあった二つの道路のうちそれまでほとんどの生徒が使っていなかった地下道を通る方の道路が使用されるようになった。自ら学び、自ら考え、表現できる生徒自らを鍛え、やり遂げる生徒自体を尊重し、学校、家庭、地域に生きる生徒校舎全系部活動は運動部、文系部ともに盛んで、特に ハンドボール部と陸上部と吹奏楽部が有名。ありがとうございます。